炭酸メリケットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち炭酸メリケットは愛知県名古屋市は森山区にあります金城学院大学のアイドルコピーダンスグループです。本日がですね、新年初のステージとなるんですけども、ということで、みんなには、2020年の抱負を聞いていきたいなと思います。じゃあ自己紹介、青さんからお願いします。はい、ちょっと私挨拶がみんなさんと一緒に挨拶をしたいので、皆さん手にリンゴを持っていただいていいですか。ありがとうございます。で、看板娘1月定期公演、青リンゴが看板娘1月定期公演にって言ったら、出荷よって言いながら前に手を差し出してください。出荷されます。いきますよ。青リンゴが看板娘1月定期公演に出荷よ。ありがとうございます。お気に入りの大学4年生青リンゴです。よろしくお願いします。あ、今年の抱負は、去年私は寝坊をして、さまざまな方にご迷惑をおかけいたしましたので、今年は早起きをしたいと思います。よろしくお願いします。はい、あなたの夢はタソから。1年生の夢タソです。よろしくお願いします。タソちゃん、ありがとうございます。私の今年の抱負はダンスをもうちょっとうまく上達させることです。頑張れ。ご上司の頑張りですね。半面を何に恥じないよう、ちょっと上手くなっていきたいと思います。はい、1年生のねねです。よろしくお願いします。ねねちゃん、今年の抱負は推しメンに去年よりもたくさん会いに行くことです。今日はよろしくお願いします。イエーイ。ここでちょっとカメラに
についての注意事項をお願いします。はい、炭酸ビリエットは写真撮影、動画撮影 OK です。バシバシ撮ってください。ただしもし SNS 等に上げる際には必ず、炭酸ビリエット公式 Twitter がございますので、そちらの方の目が飛んでたぞ。炭酸ビリエットの公式の、ダイレクトメッセージ、略して DM ですね、そちらの方に送っていただくようにお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。アットマーク言わなくて大丈夫ですか？アットマーク、ツイッターはアットマーク、大文字で KJ アンダーバー小文字で TANMERI、KJ アンダーバーパンペリで検索していただくと出ますので、よろしくお願いします。お願いします。次の曲の準備お願いします。はい、まだまだ始まったばかりですけども、皆さん盛り上がっていきますか？
コールラブさんの記憶のどこかでをお送りしました。ありがとうございました。次の曲の準備お願いします。Yeah.